はい、こんにちは、マロです。いつも応援ありがとうございます。YouTube での活動もね、もっともっとね、前に進んでいきたいと思うんですけども、動画編集ってほんと大変。僕も初めて2年くらいになりますけども、もうようやく慣れてきたかなっていう感じですね。今回はですね、僕は普段どのように動画を作っているのか、紹介したいと思います。で、僕の動画はですね、特別に難しいことをしているわけではないので、動画をね、始めたての人とか動画編集をね、これからやっていきたいっていう人には、参考になるんじゃないかなと思っております。それではですね、実際に動画を作成しながら紹介していきましょう。それではですね、実際に作業していきましょう。僕が使っている動画編集ソフトは Final Cut Pro 10、こちらを使ってね、いつも動画編集をさせていただいております。本格的に編集している人は Adobe のソフトを使っていると思うんですけども、僕の場合はね、技術が伴ってないのに毎月ね、高額をちょっと払うのは、大変だなということで、そしてね、こちらの Final Cut はね、 Mac でしか使えないソフトになってるんで、Mac のね、ポテンシャルを生かすんだったら、一番いいのかなと思ってこちらを使用しております。こっちのね、 Final Cut でしっかり動画作りに慣れてから、ゆくゆくはね、Adobe のプレミアだったかな、あちらの方にもね、シフトしていきたいなと思っております。それではですね、実際にファイナルカットを使って動画編集をしていきましょう。まず開くとですね、このようなワークスペースになってます。サイドバーですね。でこちらがブラウザーで、こちらがビューアーで、一番右が、インスペクター。こちらでね、クリップや画像とかをね、いろいろ調整したりすることができます。そしてここが、素材をね、どんどん載せて編集していく作業場ですね。マグネティックタイムラインと言います。このようにね、ワークスペースが分かれています。それではですね、まずは作成したい動画のイベントとプロジェクトを作っていきましょう。簡単に言えばですね、イベントというのはフォルダ、プロジェクトというのは作成する動画そのものと考えてもらったらいいかなと思います。こちらのサイドバーでですね、右クリックをすると新規イベント、新規プロジェクトと出てきますので、まずは新規イベントを作成します。はい、動画編集のファイルを作っていきます。これでね、イベントを作ることができました。ちなみにこうやってサイドバーからね、右クリックで新規イベントって作るのは面倒です。なのでショートカットキーでですね、オプション N を押すと一発でね、このようにイベントを作成することができますので、覚えておいたら便利なショートカットキーですね。それでは今度はプロジェクトを作っていきます。プロジェクトはですね、今作ったイベントを右クリックすると、新規プロジェクトと出てきますので、これでね、ポチッと押すと、はい、このようにプロジェクトを設定することができます。動画編集としておきましょうか。これでですね、イベントとプロジェクトが作れました。ちなみにこのプロジェクトもですね、コマンドと N、 これを押すと一発で開くことができますので、これもね、覚えておいたら便利なショートカットキーです。今度はですね、実際に動画編集に使う素材を読み込んでいきます。こちらのサイドバーからイベントを選択します。そしてイベントを選択したら、今度は右クリックを押すと、このようにですね、メディアを読み込むっていうのが出てきますので、こちらのメディアを読み込むをポチッと押すと、任意の場所からね、素材を読み込むことができます。今デスクトップにね、僕動画保管してますので、こちらの動画編集紹介という、素材を使って編集していきたいと思います。これをポチッと押すと、はい、このようにね、選択した動画が表示されますので、あとエンターを押すと、このようにですね、素材がブラウザに読み込まれました。こうやってね、自分が編集で使う動画だとか、写真をね、どんどん読み込んでいきます。これもですね、コマンド I を押すとね、一発で素材をね、読み込むことができますので、これも覚えておいたら便利なショートカットです。結構ね、ショートカットはね、単純なやつだけでも覚えておくと、あのね、マウスをこうちょこちょこ移動させなくていいので非常に楽ですね。必要な素材がね、準備できたら動画をね、編集していきたいと思います。まずはね、自分が使いたい素材をクリック。そうするとこうやって黄色い枠で包まれますので、あとはね、これをタイムラインに、ドラッグ&ドロップしていきます。そうするとね、このようにタイムラインに素材が乗っかりました。そしてですね、こちら、右にですね、このようにフィルムのようなマークがあると思うんですけども、これをクリックしてください。そうするとこのようなウィンドウが出てきます。これの一番左端、これをポチッと押すと、タイムラインにあるね、素材がこのようにね、オーディオの波形で表示されるようになります。こうするとね、動画編集が非常に楽です。っていうのが、基本的に僕らね、喋ってない部分カットしていくので、このオーディオ波形にすると一発で分かるんですよね。
ここ切り取ったらいいんだ、ここ切り取ったらいいんだっていうのがもう一目でわかりますので、必ずねオーディオ波形に変更して、動画を編集していきます。これはですね作る動画の種類によります。例えば本当にね映像とか、まあ、画像をつなぎ合わせていくタイプの動画でしたらこのようにね画像が載ってあるクリップの方が使いやすいんですけども、僕らみたいにね人が喋ってるのを撮るタイプの動画は、このようにですねオーディオ波形に合わせた方がいいかなと思います。ここまでするとですね、まあ、あとはひたすらカットです。もうとりあえずカットですね。はい、このようにねもうガンガンカットしていきます。でカットしすぎたやつも後々調整できますので、とりあえずねこの音がないところこれをバンバン切り取っていきます。ガンガンいっちゃいましょう。ちょっと狭いなと思ったらこうちょっとタイムラインをね拡大して、切り取りやすくしたりで、とにかくね動画をカットしていきます。はい、このように会話がねつながって聞こえるようになりましたね。ざっくりカットが終わりました。今度はですねこうやってね噛んだりどもったりしたところを選択して削除したり、カットしたりしていきます。ここまで終わると映像の大元をね作ることができました。そして映像の元が作れたら今度はテロップをぶち込んでいきます。テロップはですねサイドバーに T と書かれたアイコンがあるのでこれをクリックすると、はい、テキストの一覧が出てきます。で一番よく使うのはこのカスタムってやつですね。このカスタムを、ドラッグしてタイムラインに引っ張ってきます。そしてタイムラインのねテロップをつけたいところの位置に合わせて、テキストのね文章を入力していきます。文章はですねこちらのビューアーに出てる文字ダブルクリックすると、このようにですねこのように入力することができます。はい、こんな感じですね。もしくはねこちらのインスペクタの、文章を入力する箇所がありますので、ここにカーソルを持っていって入力することもできます。するとですねこのようにテロップが入りましたね。でちなみにですね毎回動画編集しながらここからねこうやって引っ張っていくのめんどくさいので、僕がよく使ってる手があります。これするとすごく楽。まずショートカットキー、コントロールと T をですね同時押しすると、このようにですね先ほど使ったカスタムがねタイムラインにパッとショートカットキーで、表示することができます。あとはですねこれをある程度の長さに切ります。そうするとですねと分かりやすく色をつけますね。そうするとですねこちらタイトルと出てきましたので、まあ、これを基本的にテロップを載せたい位置に持ってきます。そしてこのタイトルを、消します。ここまでしてテロップのベースを作ったらあとはこいつをねコピーします。そうすると貼り付けのショートカットとかマウスに設定しているとこのようにワンタッチでねテロップをどんどん乗っけていくことができます。いちいちテキスト開いてカスタム持ってきてでこのカスタムの文字消して入力してで文字のフォントを合わせてこの作業がめちゃくちゃめんどくさいんですよね。ですからベースを作ったらあとは貼り付けて入力するだけにしときます。はい、このようにですねそうするとテキストもねサクサク作ることができます。まあ場面場面ではねテキストのフォントを違うものにこう変更したりだとか、まあ、文章の量によって多少のね調整は入りますけども、ただペーストでですね、テキストのね、ベースを貼り付けられるようにしておくと作業効率はもう全然違います。こういったね面倒くさいことはもうショートカットでね対応できるようにしたり、まあ、今マウスにねショートカットキーを登録することできますからマウスにね登録しておくと、非常にね作業の速さが違ってきます。はい、そして今度はですねテロップに合わせて音をどんどんつけていきたいと思います。まあ、例えば BGM ですね。 BGM を下にこうつけると、はい、このようにBGM が流れるようになりました。そして結構よくやるのがこのテロップに合わせて音をつけるんですね。まあ、いろんな方がね動画編集で使われてると思うんですけども、このテロップに合わせてね音を放り込んでいきます。効果音とかはねフリーの素材を使ったりしますし、ファイナルカットにねデフォルトで入ってるものを使ったりもします。またねダウンロードした素材とかは iTunes に入ってますので、ここからね引っ張ってどんどん載せていきます。そして一回ね iTunes とかから引っ張ってくるとですねこのようにブラウザのとこに表示されるようになりますので、いちいちねこの音楽のアイコンのところにカーソルを持っていって引っ張ってくる作業がなくなるので非常に楽です。例えばこのように、タイトルにこうやってねテキストの最初に合わせてどん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 音をねドラッグ&ドロップしていきます。はい、このようにそうすると僕が冒頭のいつも紹介で使ってる、名前とね
のキラキラする音、これが並行して流れるようになりましたね。地道ですが、これをどん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 ね、やっていきます。はい、こんな感じですね。まあ、ここまでやるとね、まあ一本の動画としてある程度形になっていきました。そしてここからですね、動画にエフェクトをかけたり、まあ、トランジションをねかけたりしていきます。トランジションっていうのは映像が切り替わるときにねつけられる特殊なエフェクトのことです。例えばですね、タイムラインの右のこのリボンマーク、これをクリックするとトランジションが出てきます。例えばこのカーテンつけてみましょう。カーテンをつけるとこのようにですね、幕を引いて開いたようなつなげ方ができると、こういうのを使っていくだけでも全然ね、なんか編集したなっていう感じがしますよね。他にもですね、僕はこのキーヤーっていうエフェクトをよく使います。例えば僕の動画でよく爆発のね、瞬間があると思うんですけども、これを作るときに、使っています。この爆発の素材をタイムラインに持っていって映像に重ねます。するとですね、このように爆発の映像が重なって全く本編が見えません。そこでこのキーヤーっていうエフェクトを、このね爆発の素材に、まあ、つけてあげると、このようにね特定の色を透かすことができます。ただ持っていっただけじゃ今うっすらね黒かった部分が残っています。そこでこのサンプルカラーっていうのを選んで、消したい部分をねこのようにマウスを長押しして選択すると、綺麗に消すことができました。こんな感じですね。まあ、これだけじゃちょっと薄いので、このね穴埋めってやつで、消えすぎた部分をねちょっと調整したりだとか、色合いを修正して、最後にねサイズと、位置を合わせて、これで爆発の映像を重ねることができました。集中線を使いたい時にも、よく使ってます。こういった背景がね緑とか分かりやすい色だと、このキーヤーをねドラッグ&ドロップしてこの素材に重ねるだけでね一発で、まあ、消すことができます。あとはテキストをちょっと前に持ってきたりすると、このようにですね集中線を作ることができます。このキーヤーっていうのは非常に便利ですね。まあ、大体ねこんな感じで、動画を作っております。まあ、一つ一つのね作業は難しくないんですけども、これをね延々とやっていかないといけないので、まあ、非常にね根気のいる作業になってきますね。まあ、どの YouTuber の方もそうだと思うんですけども、これにねかなりの時間が、まあ、かかるということですね。まあ、いつもねこんな感じで、動画を作っております。そしてですね、最後にあのマウスの設定をちょっと紹介したいと思います。あのね動画編集をスピーディーに効率よく作業するには、このマウスのね設定が非常に重要になってきます。まあ、今のマウスってね結構あのショートカットキーをねボタンボタンに配置できるものが多いので、もうこれをね活用してください。僕ロジクルのね、マウス使ってるんですけども、まずホイールのスイッチにですね、削除、これを設定してます。そしてその下のボタン、これにですね貼り付けのショートカットキーを、設定してます。もうなんせね動画作成で一番多いのがこの削除と貼り付け、まあ、これをですねいかにスピーディーに行うかが非常に重要なので、動画をねカットして削除したりテキストを貼り付けたりっていう作業が非常に多いので、この削除と貼り付けは一番ねボタンを押しやすい位置に設定しています。あのコピーもね設定していいと思うんですけど、まあ、人にもよるんですが、僕あんまりね動画編集でコピー使わないんですよね。それこそ最後の調整とかにちょろっと使う時があるので、まあ、そこまでメインにはねぶっちゃけ必要ないんですよね。サイドに2つのボタンがあるんですけども、ここにですね拡大と縮小、これこの2つを設定しています。やっぱりねタイムラインのクリップのね調整が一番メインになってきますんで、拡大縮小をねここにセットしておくと非常にねスムーズに、まあ、タイムラインの移動だとか細かい部分のねカットだとか音合わせに非常に便利です。今までねどんなショートカットをマウスに覚えさせたらいいのかねめちゃくちゃ考えてきましたけども、これが一番効率いいですね。もうなんせこのマウスがねもう自分の手のように動くことが重要なんですよ。だからあんまりね難しいショートカットをあっちこっちに配置すると逆に指が迷っちゃうんですよね。体に馴染むまでにすごく時間がかかるので、一番よく使う、もう単純なものだけ設定しておく方が、まあ、爆速でね編集ができると思ってます。これもぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、というわけですね、今回は普段ね僕はどのように動画を作ってるかを紹介させていただきました。僕もね、まあ、実際ね動画を投稿する前にどうやったらね快適に編集できるのかなと非常に悩んだ経験がありますので、まあ、これからね YouTube に動画を投稿される方、またね Mac を買って動画編集したいなと思っている方の参考にしていただけたらなと思います。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画に遊びに来てください。バイバイ。